ヘンリー七世は、チューダー朝初代のイングランド王及びアイルランド教。ボズワースの戦いで、リチャード三世を破って王位を勝ち取り、戦いで王座を得た最後のイングランド王となった。ランカスター朝の系統のヘンリー七世は、ヨーク朝のエドワード四世の娘にして、リチャード三世の命にあたるエリザベス・オブ・ヨークと、結婚して王位を固め、バラ戦争による混乱を解決した。 チューダーを創立して24年間王位に座り、平和裏に息子ヘンリー・パスセイに王位を継承した。君主の権力を回復し、政治を安定させ、優れた統治、積極的な外交政策と経済運営を行った。一方で、富裕層に対しては不当な手続きによって財産罰を乱発した。チューダー断絶後に、 イングランド王位を継承したスチュアート長のジェームズ・1世は、ヘンリー7世の長女マーガレットの孫であり、そのため、ヘンリー7世は、現在のイギリス王家の祖先にもあたる。若きヘンリー・ヘンリー・チューダー、後のヘンリー7世は、ウェールズのペンブルック城で1457年1月28日に、生まれた。母は、ランカスター家冒険冒ート家の当時13歳の、 マーガレット・ボーホート。父は、リッチモンド博、エドマンド・チューダーであったが、誕生の3ヶ月前に死去していた。ヘンリーの祖父オーエン・チューダーは、イニシエのウェールズ君主のジオヒクが、イングランド王ヘンリー五世の未亡人で、フランス王女である、キャサリン・オブ・バロアの何度かか秘書を務める、下級貴族に過ぎなかった。しかし、オーエンは、キャサリンと結婚し、その間に生まれたエドマンドは、 ヘンリー6世のイフテイとなり、フランス王家の縁者ともなって、リッチモンド博に封じられた。ヘンリーの銀河彼の多い継承権は主に母方のボーホート家に由来する。母、マーガレット・ボーホートは、エドワード3世の三男のジョン・オブ・ゴーンとの子である、ジョン・ボーホートの孫であった。だが、ジョン・ボーホートは、両親が結婚する前に生まれた。 死刑事であり、後にいとこにあたるリチャード二世に着室死として認められたとき、王位継承権を放棄させられていた。さらに、女系の血筋であることもあって、ヘンリーの王位継承権には疑問符がついていた。しかし1483年までには、ヘンリー六世と息子の王太子エドワード・オブ・ウェストミンスター、さらに他のボフォート家の生員が死に絶え、ヘンリーが、 ランカスター家一門の最年長の一員となっていた。ヘンリーは、チューダー家が、ウェールズ君主の末裔であることを活用して、ウェールズからの援軍及び、軍の通行権を確保した。ヘンリーはいつか、ウェールズを抑圧から解放するとされる、予言の子の候補であるとみなされており、ウェールズ君主の赤いドラゴンの旗を、セーギオルギウス十字の旗と共に掲げていた。 1456年、父エドマンドは戦場でヨーク家側に捕らえられ、ヘンリーの誕生3ヶ月前に死んだ。幼年時代は、おじジャスパー・チューダーの保護を受け、ウェールズで暮らした。1461年に、ヨーク家のエドワード4世が大いにつくとジャスパーは追放され、ヨーク派のペンブルック伯ウィリアム・ハーバートがヘンリーと母を保護した。だが1469年に、 ペンブルック博は処刑され、1470年にランカスター家のヘンリー6世が福井し、ジャスパーは追放から戻ってヘンリーを宮廷に連れて行った。翌1471年にヘンリー6世と王太子エドワードが殺されてエドワード4世が福井すると、ヘンリーはランカスター家の血を引く最後の男子となり、ヨーク派から命を狙われるようになった。そのため、 おじジャスパーに連れられて、フランスに渡り、ブルターニュにかくまわれて続く14年間をこの地で過ごした。ヘンリー7世王の紋章、チューダー家のルーツであるエールズを象徴する石龍。カブには、両家の融和を象徴する紅白のバラが描かれる1483年までに、ヘンリーの母、マーガレット・ボーフォートはヨーク派のトマス・スタンリーと再婚し、ヘンリーを、 ヨーク朝のリチャード3世に代わる王の候補として運動していた。1483年にヘンリーはエドワード4世の長女エリザベス・オブ・ヨークと婚約した。兄弟たちがおじリチャード3世によってロンドン島に遊兵されて亡くなっていたと思われていたため、エリザベスはエドワード4世の四次となっていた。同年、支援者であるブルターニコ・フランソワ二世の援助で、 ヘンリーはイングランドに上陸しようとしたが、嵐のために計画は失敗し、同調者のバッキンガム公ヘンリー・スタッフ,フォードは、リチャード3世に処刑されてしまった。リチャード3世は、ブルターニュ公国の最小を動かして、ヘンリーを追放しようとしたが、ヘンリーはフランスに逃げた。エドワード4世の妹マーガレット・オブ・ヨークが嫁いだ、ブルゴーニュ公国は、ヨーク朝を支援していたため、 これと対立するフランス王類11世から軍勢と装備を援助され、ヘンリーは二度目の攻撃の準備を行った。フランス兵とスコットランド兵を引き、オジジャスパーやオックスフォードハクジョンド・ビアーと共に、ランカスター派の拠点であるウェールズのペンブルックシャーに上陸し、イングランドに進軍した。父を通じて、ウェールズ王の血を引くヘンリーの軍勢は、ウェールズ兵を加えて五戦に膨れ上がった。 ヘンリーは、ノッティンガムとレスターでも、援軍を得て、1485年8月22日の、ボズワースの戦いで、リチャード三世の八戦の軍に勝った。リチャード三世側の多くの貴族は、日和見し、リチャード三世の味方であった、ノーサンバランド博ヘンリー・パーシー、およびウィリアム・スタンリー教徒ヘンリーの系譜、トマス・スタンリーの兄弟は、決定的なタイミングで、ヘンリーの側に寝返った。 リチャード3世は戦死しバラ戦争は事実上終結した。だがイングランドが女系の多い継承権を認めているために多い継承権者は数多く、この後もヘンリーの戦いは続いた。婚姻と内乱鎮圧、チューダーローズ、ランカスターの赤バラとヨークの白バラの組み合わせヘンリー7世、非エリザベス・オブ・ヨークヘンリー7世はまず多いを固めなければならなかった。 1486年には、共にジョン・オブ・ゴーンとの夜叉語であり、ヨーク家のエドワード四世の四次エリザベスと、ウェストミンスター寺院で結婚し、長く対立してきた、ランカスター家とヨーク家を統合した。ランカスター家の赤腹の門とヨーク家の白腹の門を組み合わせて、チューダーローズをチューダー家の門とした。また、この結婚によって、 エドワード3世の次男のライオネル・オブ・アントワープの娘、フィリッパの子孫と結婚した4男の初代ヨーク公、エドマンド・オブ・ラングリーの子孫の多い継承権が、三男のジョン・オブ・ゴーンとの子孫の多い継承権に、勝るのかどうかという長年の論議が集結した。また、エドワード4世の子らを、死生時に貶めていた議会の決議を無効とし、妻のエリザベスを着室氏の地位に戻した。 ヘンリーは、ボズワースの戦いの前日の1485年8月21日に、遡って、即位を宣言し、リチャード三世の側で戦った者べてを反逆罪に、と得るようにした。だが、その対応は相手に応じて変化し、リチャード三世のおで、王位継承者であった。リンカーン・ハクジョン・ドラ・ポールは除名する一方、同じく、リチャード三世のおで、前の王位継承者であった。 クラレンス公、ジョージの長男のウォリック博エドワードは捕らえ、幽閉したが、その姉のマーガレット・ポールをソウルスベリーの女伯爵にして、誘和を図った。10月30日には、ウェストミンスター寺院で、即意識を挙げ、自分に忠誠を誓う者は、過去の行動を問わず、その生命と財産を保障するとした。エドワード6世を名乗ったランバート・シムネル・ヨーク公 リチャードを名乗ったパーキン・ウォーベック即位後は、ヘンリー7世の多い継承権の疑惑から王位を、戦勝する者が相次いだ。1486年には、ランバート・シムネルが、リチャード3世の旧支持者たちに擁立されて、本物は遊兵中であったウォーリック・ハク・エドワードと名乗り、翌1487年に、ダブリンで国王エドワード6世を称した。 これにエドワード4世の妹ブルゴーニュ公、シャルルヒ・マーガレットや、先に除名したリンカーンハクなどが味方して、大い要求の軍を起こすが、ストークフィールドの戦いでヘンリー7世に敗れた。シムネルは捕らえられたが、大人に操られただけだとして、刑を免じられ、厨房の召使いとされた。リンカーンハクは戦死した。1490年には、 パーキン・ワー・ベックがエドワード4世の次男ヨーク公、リチャードを名乗って、国王リチャード4世を自称し、再び、ブルゴーニュコーヒー・マーガレットの支持を得て、イングランドへ侵攻し、フランス王・シャルル8世やスコットランド王・ジェームズ4世、神聖ローマ皇帝・マクシミリアン1世などを巻き込んで、国際的な問題となったが敗れて捕らえられた。 幽閉していたウォリック博エドワードとパーキンウォーベックは1499年に脱走を図って失敗し処刑された。エドワードの姉、マーガレット・ポールは再び除名されたが、後にヘンリーパスーによって処刑されることになる。経済前人の王たちと違い、ヘンリー7世には即位まで領地の経営や財政運営の経験がなかった。だが、在位期間を通じて、 財政担当者を変えず、事実上破産していた、イングランドの財政運営に安定をもたらした。厳しい徴税によって、歳入を安定させ、貨幣と土領校を統一した。ネーゲルランドとは自由貿易の通商条約を結び、イングランドとの貿易の特権を有していた、ベネツヤ共和国やハンザ同盟に対しては強硬な態度に出て、自主権の回復に努めた。 毛織物の工業を盛んにするため、羊毛関税を上げ、ネーデルランドから職人を招聘した。古文官らを用い、不当な手続きにより、貴族や商人の富裕層らに罪を着せ、罰金を課して財政を豊かにしか、同性を図った。大司教ジョン・モートンが協力者として知られている。外交ヘンリー7世の外交政策は平和の維持による繁栄であった。 全民の王たちが失った、フランス内の領土を奪回しようとはせず、フランスと条約を結び、イングランド王への戦勝者を支持しないよう図った。海軍の重要性を理解し、世界初のカンドックを建設して、貿易を進行した。カスティーラ王国とアラゴン王国が連合した、スペインの重要さを認識し、メジナデルカンポ条約を結んで王大使のアーサーチューダーを、 スペインの王女キャサリン・オブ・アラゴンと婚約させた。また、スコットランド王国と平和条約を結んで、娘のマーガレットを国王ジェームズ4世と婚約させた。後にこれは、ジェームズ1世によるイングランドとスコットランドの同訓連合につながることになる。さらに、ヘンリー7世は神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世と同盟し、ローマ教皇インノケンティウス8世を説得して、 大い戦勝者たちを破門させることに成功した。司法ヘンリー7世の肖像画の16世紀後半のモシャバラ戦争の後で王室の権威を回復することがヘンリー7世の課題であった。当時は封建制度の下で封建貴族が法給を払って家臣団を引き、家臣が法廷に引き出された時には貴族が法を曲げることがしばしばであった。ヘンリー7世は 貴族が過信団を引きいないことを宣誓させた。性質裁判所を用いて、貴族の戦争を裁き、古文章では扱えない、あらゆる事件を迅速に処理した。全国の、あらゆる地域で、無給一年人気の治安判事を任命して、法の遵守を徹底させた。法魚の床のヘンリー七世俗流熱によって、王太子アーサーを1502年に亡くし、次男のヨークコヘンリー王子が、 四つぎとなった。スペインとの同盟を維持するため、アーザーの未亡人となった、スペイン王女キャサリン・オブ・アラゴンとヘンリー王子との結婚のための特別免除を、ローマ教皇ユリウス二世から得た。兄弟の妻をめとることは、聖書の教えに抵触する恐れがあったためである。エリザベス王妃が公居し、ヘンリー七世自身がキャサリンと結婚することも考慮されたが実現には至らなかった。 キャサリンの持参金の支払いが遅れ、かつ、スペインのイサベル一世が崩御して、娘のキャサリンの立場が弱まったため、王は、ヘンリー王子の婚姻を外交交渉のカードとして用いた。ヘンリー七世の存命中は、王子との婚姻は行われなかった。結核により、1509年4月21日、ヘンリー七世は、リッチモンド宮殿において52歳で崩御し、 ヘンリーパッセ生が後を継いだ。ヘンリー七世は、王妃エリザベス・オブ・ヨークとの間に4男4女を、儲けたが成長したのは4人である。ヨーク朝中ーダー長。ありがとうございます。